はい、えー、ゲームコレクターのサけたんです。本日は2月21日、<laughs> 作キカンゲームコレクター部スタートです。えー、この配信はゲームコレクターのサキカが、えー、と毎日25時から約30分間フワッチでゲームの話をする配信です。チャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に僕が関わっている Kindle 本へのリンクがありますのでご興味のある方もしくは、 僕のこれ、えー、コレクター活動にご支援、ご賛同いただける方は、ぜひ、キン l ル本を読んでください。また、えーと、お仕事の連絡はいつでもお待ちしております。ということで、えっ、ー、と、本日の予定は、えっ、ー、と、ネオジオポケットの話がパズルボブルミニ。で、えっ、ー、と、今日はあれですね、今週発売タイトルのスケジュールを見ていこうかと思っています。で、最後、本日の記念日ゲームという流れでいきます。でですね、 まあ連日 Kindle 本のね作業は進めているんですけど、まあ、ずっとね、まあ、文章っていう感じというか割とデータものにする予定データものっていうかデータをもとにものを書くっていうことに、ね、しようと思ってるんだけど意外とねデータが多くてで一応昨日一昨日か一昨日文章を書いてちょっと書いてバーっと載せてみて。 このペースでいいのかなと思って、まあ、サンプル作ってみたんですけどもう少しデータをアバウトにした方がいいな、まあ、言い方変なんだけど、まあ、昨日もちょっと話したんですけど、まあ、要はいろいろなね 例えば、まあ、駿河屋さんとか、ああいうとこの数字とかのデータをね、こう、使おうかなと思ったんだけど、ちょっとね、それをまんま使うのはよろしくないなと思ったんで、もう少しアバウトにしようと思って、いろいろエクセルをいじってね、エクセルをいじって、その辺をもう少しアバウトにして、で、データをと思ったんだけど、いざね、こう、ゲームのね、まあ、これまたゲームのデータ使用みたいな感じになると思うんですけど、 例えばリスト化じゃなくて文章にするんだけど、まあ、ちょっと内容物のねチェックをしてたらねこれ全部チェックした先にした方がいいなと思って今日ずっと本棚からこうゲームソフト出してパカーって中開けて確認するって作業を延々とやってて今もずっとやっててあの <laughs> ついついこの配信忘れるところだったっていう、まあ、そういう状況なんですけどこれが結構ね多いんですよ <laughs>。 まあまあそんな感じであのこの後もちょっとやろうかと思ってますけどまあそんな感じですでえー、っと本日のネオジオポケットの話ですねえー、っとパズルゴブルミニですねこれ1999年の3月26日に発売されていますえー、っとネオジオポケットというと当然まあね SNK でただその SNK だけど、まあ、基本的にはそのいろんな SNK 関係の開発会社が作ったものを SNK が発売するって流れなんですけど、まあ、基本 SNK のコンテンツを作ってるわけですよ。まあ、コピーライト的にね。で、その中にこう、パズルボブル登場。で、対等ブランド入ってるんですけど、実のところ発売元は SNK なんですよ。だからまあ SNK、 まだこうサードパーティー入ってこうガチャガチャやってる感じではないんですよね。あのネオポケに関して言うと。だからこれはあの昔で言うとそのセガとね任天堂が競ってるって時にセガの方でやたらとこうセガが作ってるもの多くないかみたいなね。まあそういうのに近い状況があるんだけどまあはい。まあ、だから もうこの時期はワンダースワンが発売されてるんで白黒のワンダースワンゲカラーのゲームボーイカラーとネオジョポケットカラーというこうね三つ止もえになってたかどうかわかんないけど三つどめ状態の中であの結構スワンはねえっ、ー、とバンダイから出てるけども最初からサードパーティードカッとしてる感じでまあ、バンダイも自社でつく 他社のののブランドのもの、まあ、こういうね流れで作ってるものもあったんだけど作ってるっていうか発売してるものもあったんだけどまあいろんな会社が参入っていう流れができてたんだけどネオポケはまだねこう SNK が頑張ってますって感じのタイトルあ状況でしたでは、まあ、パズルボブルは語ることもないんだけどまあただあのなんだろう多分ね当時のこうパズルゲームをこう携帯に持ってくってところでは取りやすかった メジャーで取りやすかかったのかなという感じがしますほらテトリスが相変わらずね当時はまだニンテンドー以外がこう手を出してるような状況でもなかったですよねまだゲームボーイカラーもテトリスニンテンドーが出してましたよね確かね 2000年代になってたと思うんですよ。テトリスカンパニーで、こう、いろんな会社がテトリスあ、違うよ。プレステとかはテトリス出てましたね。ジャレコとか、BPS も出してたか。まあまあいいんですけど、携帯ゲーム機の方でなかなかこう、テトリスが他社ハードで出たのは、ワンダースワンのカラーになってからかな。まあそんな感じもあって、多分、 とりあえず、こう、携帯ゲーム機で通信対戦ができるパズルゲーム欲しかったと思うんですよ。で、多分それで、こう、白羽の矢が立ったのがパズルボブル、対等のパズルボブルだったんじゃないかなと勝手に推測しています。ただね、<laughs> まあ、当然白黒よりカラーがいいんですよ。そりゃ、もちろん。<laughs> あの <laughs>、 まあでもゲームボーイでもね白黒のパズルボブル出てるけどねまあただだからもうパズルボブルをこう出すぐらいまあつなげてポンもあったけどパズルボブルなちょっと弱い気もするんですけどねまあでもまあまあ一応こう対等のタイトルが出たぞところがちょっと喜びあった感じもしますただね僕ずっと頭の中で覚えてるのはね ネオポケ出てしばらく経ってから、あの、阪神タイガースバージョンのパズル、あ、じゃない、えっと、ネオポケをね、カラーをね、使ってたんですよ。で、電車の中でね、あの、ちょうどその時にしたのがパズルボブル B でね、で、この阪神タイガースバージョンを出したこと自体がちょっと恥ずかしいんですよ、電車の中でね。で、しかもパズルボブルが結構ね、そんなにやっぱりこう、 遊びやすくないんですよ。携帯ゲーム機として遊ぶにはね。だからちょっとね、なんかミスマッチすぎたなっていうのがずーっと頭に残ってるんですけど、まあどうでもいい話でした。まあそんな感じでね、まあネオポケでどんなタイトルが出てたか知りたい方はぜひ、ね、キンドル本のゲームコレクター作家のアンコンプリートネオジオポケターのカラーをよろしくお願いします。ということで、本日でじゃない,いや、今週発売タイトルね。 とスケジュールを見ていこうかと思います。えー、っとですね、結構ね、今週、あれなんだろう、今週あれ、意外と意外と、はい、あった。今週ね、結構タイトル多いんですよ。まあ、というか、毎月、 月月末末の週は月末にかかるっすよ、ね、もう実はこ今日は2月21日だけどもう来週28ね1週間経つ28日でその次の日はもう <laughs> あのー、3月ですよあのー、今年オリンピックがあるのにウるルドウル年じゃないというそういう珍しい年なんですよ <laughs> はいまあいいんですけどはいということで えーとまあ、今,今週は多いんで、発売タイトルがすごい多いです。ということで、えー、と順番に行くと、最初が、えっ、ー、と、Nintendo Switch の歌のプリンス様、デビュー法 Nintendo Switch ですね。これはですね、どんなタイトルだったかな。なんかもう歌のプリンス様って結構 PSP あたりからかな。で、ビータに行って、で、大体、あの、 ピータあの手の,のタイトルって大体こうリマスターとか綺麗にしてリマスターにしてって流れがトントントンときてるからもうね順番もさっぱりよくわかんないんですよでサイト見に行ったらなんかいきなりなんだこれ異色タイトル連動購入キャンペーンだから移なんですよねはいえっ、ー、と 卒業オーディション優勝から1年、シャイニング事務所に所属しながらアイドルとしての正式デビューを目指して頑張る彼らは、ある日、シャイニング早乙女からマスターコースへと招かれる。正式デビューのためのワンランク上のレッスンが受けられる制度、マスターコース、そこで出,、えー、出会ったのは、一癖も二癖もある先輩たちで、急に恋に友情に。 あ歌に来いね、友情に。まぶ、あ、しくも、えー、新しい日々がスタートです、まあ。歌のプリンス様って基本的には自分が女の子でさ作詞家、作曲家なのかな作曲家の女の子でアイドル候補の男の子とペアになって1年間勉強、勉強っていうかそのなんかコンテスト優勝とかいろいろ目指したりね。なんかそういうようなストーリーで、まあ、大体誰か選んであの大体3択でポイント制かなんたかなって章ごとにこう 歌の相性、有効度か相性とか、まあ、まあそういうやつと、歌のほ音楽センスかな、の2つのパラメーターは上げてって、で、で最終的に3分期なんですよね。途中で、こう、そのパーセントの度合いによって、こう、悪い方が普通のエンドか、ハッピーエンドかみたいな、大体そんな流れのゲームなんですけど。で まあ、卒業した後だから2作目、3作目ぐらいなのかな。えっ、ー、と、2012年に PSP で発売された歌のプリンスタムデビューが任天堂スイッチで登場。p s p 版の内容はそのままに、えー、アイドル候補生7人に加え、新たに先輩4人が登場したデビューを今度は大画面でお楽しみください。ということで、PSP でってわざわざ書いてることは、ビータで出てないのかな今まで出てるタイトルって結構、ビータで出てたタイトルをこう、 移植してる流れだったんですよねス歌のプリンススイッチのやつ、ね、だから出出しきってもう一個持ってきたのかなっていうか逆に言うとビータのこうなんだろうこう有効期間みたいなのが足りなくて移植しきれなかったのかなまあそんな感じでね <laughs> まあかんないけどなんか僕もこういざ買ってみたらああやったことあるみたいなこともたまにあったりして困るんですけどまあちょっとこれは。 分かんないどっかのタイミングで触れることになるでしょうはい次えー、っとセガのタイトルかなエ,エンパイア・オブ・シーンがスイッチと PS4 で発売されますあれ、はい、これがね結構面白そうなんですよ悪が輝いた競争の時代暗黒街を支配せよということでね舞台は1920年代のアメリカ・シカゴあに 100年前ってことこですね。禁酒法により悪が輝いた競争の時代アルカポネをはじめとする個性豊かな14人のボスから1人を選び暗黒街を支配するのが本作の目的だ頂点に立つためにはどんな手段も許される密造酒やカジノの経営で裏社会の経済を流尻警官を買収 殺し屋から闇医者まで有能な人材をスカウトしての構想敵対する全ての組織を壊滅しその世界を支配せよということでねでもその後の注意よく分かんないんだけどストラテジ,ジーゲームの言う「パラドックス社」えー、と「ロメロゲームズ」の協力タッグで送る本作「遊ぶために、えー、あ新たなゲーム体験をもたらす究極のクライムストラテジーを体験しよう」ということでね。 なかなか濃いゲームになってるけどこれがねやっぱり一番不思議なのがなんでセガなんだろうって <laughs> だからまあこれ変な言い方なんだけどセガさん自社コンテンツが弱いの弱くなってるのかなっていうちょっとその辺が何だろうこうパブリッシングの方でこう勝負してるのかな今ってちょっとそののが気になりますねまあ去年去年ズンバをねあのー あのゲーマーさんの、ね、連載で扱ったんですがあれもセガだったんですけどあれは1個前 WiiU と p s x b o x ONE の時にはハムスターさんから出てたタイトルがセガさんに映ってたりするんで、まあ、そういうねところのコンテンツをセガさんも海外のコンテンツをいろいろ持ってくるようになったのかなというちょっとそんな感じがしていますはい次えー、っと「金色ラブリッツと、えー「金色ラブリッ ラブリッチェと金色ラブリッチェゴールデンタイムですね。これスイッチがラブリッチェがだけ発売で通常版と完全生産限定版で、えー、PS4 とスイッチ両方でラ金色ラブリッチェゴールデンタイムが発売されてこれ2作1作目と2作目ですよね。でスイッチだけ同時発売なので えと金色ラブリッチェゴールデンパックという1作目とそのゴールデンタイムとね、両方合わせセット売りのねやつのバージョンが出てると、まあ、そういうようなあのややこしいことになってます。はい。ということでね、金色ラブリッチこれスイッチ版だけど、どういった内容なのかな。えっ、ー、と、ストーリー。 えー、私立ノーブル学園、そこは未来の紳士淑女を作る場所、えー、教養だけでなく品格を学ぶための善良性の学園であり、特に今年は去る北欧の小国より王族を招いたとかで、学園は例年にない緊迫感を帯びていた。主人公、市松王子っていうのかな、市松王子が、えー、思いがけないことからお,お姫様に気に入られ、学園に叩き込まれたのはそんな時、 えー、寮の空き部屋の関係で女子寮の端に押し込まれたのはそんな時だったというまあそんなねストーリーが1作目でえー、っと2作目の方がゴールデンタイムの方がちょっとロードに時間がかかるなえー、っとストーリー 私立ノーブル学園、そこは未来の真摯同じだこれ <laughs>、えっと、主人公市松王子は思いがけないことから転入し早3ヶ月が過ぎた世間はクリスマスそしてお正月だから1作目は3ヶ月分ってことですねで金色に輝く時は時年を明けていつ,までいつまでも続いている色とりどりの金色がいつもえきっといつまでも続いている <laughs> いや全然わかんねえや <laughs> ということでまあ内容としては2作目の方は まあ、書いてあるな。金えー、本作、金色ラブリッチえー、ゴールデンタイムは前作、金色ラブリッチの、えー、続編作となります。ということなんですけども、まあ、ポイント1、メインヒロインのアフターストーリー。で2、えー、サブヒロインのルートストーリー。ということなので、まあ、まあ、1, 1作目がボーンと1個あって、2作目は多分あのよ、よくあるファンディスク的なね、その後ろの部分と、あと、その、 メインヒロインだったらキャラクターじゃないキャラクターのメインルートみたいなのが遊べるってことですね。はい。まあ、こういう作り方だったら確かに2個セットにしてね、こう出されてもまあ、納得がいくのかなという感じがします。で、次。えっ、ー、と、ケムコ RPG セレクションボリューム6な、なげじゃねえや。うん、すげえな。<laughs> えっと、4つの冒険ファンタジーが1本で楽しめるということでね。 なかなかねこれね、まあ、いつも思うんだけどあのスマホだけどケムコさんっていうかきソリューションさんっていうのはまあ元々昔あったケムコとちょっと会社名が違うんですけどあのことぶきシステムさんだね昔ねファミコンとかで出してたのねあそこが社名変化したかわかんないけど途中からスマホがガラケーの方、ね、がメインになってたんですよねあの頃ね。 ケムコさんはねでガラケーでからこう結構 RPG の売り切りとかいっぱいやっててスマホになっても売り切りいっぱいやってて多分そのストックが山ほどあるんでそれがこう4作ずつこう例えば多分ダウンロードでは出てるのかもしれないけどこれが4作ずつこう PS4 に送り込まれてるっていう <laughs> 6だから6時24作になりますよね合計ねで。スイッチでもね 後追いで1が出たけどその後どうなるのかな ?1 実はその辺にあってあのいつプレイしようかなって思ってたりするんだけどなかなかね4作だから、まあ、軽くや1時間ぐらいずつ流しプレイしてレビュー書こうかなと思ってんだけどそれでも4時間かかるからね1個4時間やった方がいいのかまあわかんねえやはり <laughs> 次 <laughs> えっとコットンリブートがスイッチと,と PS4 で通常版と,、えー、と限定版ですね コッ,トンはコットンはね前からずーっとね公式サイト見てるんだけどね「コットンとは」っていうところで、ね、説明は当然書いてあって「砲、え、撃、ー、に乗った可愛くて食いしん坊のコットンを操作して敵を倒しながら進む横スクロール型シューティングゲームです」「ショットを打って魔法を使って敵を倒すだけ難しいことは何にもなし」 っってて書いてあったりしてまあ、その後、じゃあ、説明は若干あるんですけど、そこはいいんですよ。あのそんなのは知ってるんですよ、コットンはね。で、コットンリブートはどうかっていう時の、この、ところで、システム説明っていうね、ページページっていうか、開くとこれ動画なんだけど、あと、新魔法ってところと、新システムデュエルフィーバーっていうのがね、カミングスーンになってんですよ。もう発売日間近なんですけどね。<laughs> はい。もう、もう教えてくださいよって感じなの。これね 何ヶ月か前からずーっとこれを毎月に見てんだけどこの新システムが分かんないんですよ公式サイドで毎、まあ、やつり <laughs> えっと,、えー、と人気、えー、とリザレクションこれスイッチとプレステ4で通常版と完全生産限定版になりますはいこれはこれはあれかなえっ、ー、とえっ、ー、と ななんんだエンターグラムさんかなこれは美少女クロスロボット伝説のロボットシリーズ復活、えー、人気漫画家網島史郎の最高傑作にして頂点迫力満点の巨大ロボット人気がと、えー、存在する世界で果敢に戦う美少女たちの物語 2000年に連載を開始してから魅力的な美少女キャラクターと濃密なメカニック描写でが多数のファンを獲得し2005年にはアニメ化を果たしましたということでねえーっと完全新作だそうです何なんだろうな時代的にはあのマブラブ,あブラブとかと近いのかなまあロボットとね人間とか美少女とかまあいいやはい次 <laughs> 次えっ、ー、とスチームプリズンスチームプリズンこれはあれかなフライハイさんのタイトルかなあ違うやこれはあれかあそこかえっ、ー、とヒューネックスさんドリームなんだっけ、まあ、ブランド名忘れちゃったまあいいやこれはえっ、ー、とスチームプリズンはこれ何出てたんだろうこれも何かからの移植なんですよね 一色だけど一応ね、Steam リズン a 7つの美徳がさらにパワーアップして任天堂 t e n d Switch に登場だから、これ何かで出たやつの <laughs>、まあ乙女ゲーム多いですよね、やっぱりこう、こうビータから PS4 ちょっとかかりつつ、やっぱスイッチみたいなね、まあまあね、PS4 でなくてもいいもんね、で次、ダライアス。 コズミックリベレーション、これがスイッチと PS4 で通常版と特装版ですね。ということでこれはどうなってるのかなよくわかんないんだよな通常版がえじゃあ特装版えちょっと待って特装版特装版高いから通常版の情報を知りたい <laughs> えー 通常版あれ特装版、通常版、わかんねえ。えー、っとまあ、っていうかね、ダライアスのシリーズ、よく出てるんだけど、よくわかんないんですよね。あこれ、プレイ人数、D ・ダライアス HD が1人から2人、ダライアスバースト・アナザー・クロニクル EX プラスが1人から4人だから、過去に出たタイトルのあれなのかな。 うん、家庭用ゲームソフト版5作品6バージョンのみを収録した C 版も新たに登場、まあ、なんかよく分かんない <laughs> というかなんか泰東さん最近ダライアスなんかいっぱい出しすぎてよく最近じゃないここ数年か出しすぎてよく分かりませんはい次「フォワードトゥーザスカイえっ、ー、とこれこれはあそこかあのか河川っていうのかなあの中国の中国系の だから香港なのかなコセンか。そういえばコセンさん、去年だかあの、ゲームレジェンド見に行った時に何か出てましたよね。どうでもいいけど。はい。で、これもアクションゲームだけど、いや、いつもカセコセンさんのサイトはね、実はあんまり読み方がよくわかんなくてね、ごちゃごちゃしてよくわかんないんですよ。<laughs> えーっと、 わかんない。情報が。どこを見ればいいんだこれ、情報。概要。概要にスペック書いてあんな。スペック見てもよくわかんないんだよな。まあいいや。アクションゲームです。はい。<laughs> 次、えー。えっと、牧場物語オリーブタウンと希望の大地。これ、ニンテンドースイッチですね。これもう、あの、YouTube でよく CM が流れてて、なあの、 ゲーム内あの、いつも YouTube は聴きながら仕事してるんで、ラジオ感覚なんで、あの、歌だけが頭に入ってくるっていうね、状況が、あの、できつつあります。牧場で生きる幸せを今。ということで、Nintendo Switch 初完全新作。うん。ドラえもんって、あれ あれスイッチ先じゃなかったっけまあいいや。<laughs> ということで、はい任天堂 n d o s w i t c h 初完全新作の牧場物語はこれまでの牧場経営はもちろん自分だけの牧場を自由に作ることができる広大な森を開拓しさまざまな発見と出会いを繰り返し自分だけのスローライフを楽しもうということでねまあそのままですねでもなんか今までここ数年間まあ えっと、牧場物語って最初出たのがスーハミだったかな。スーハミで出て、で、64ゲームボーイ、ちょっと順番わかんないけど、64とゲームボーイと、で、プレステ、まあ、キューブにも行ったり、プレステ2に行ったり、まあ、その辺まではうろうろしてて、その後、あれ、どうなったんだっけな、DS とかに行ったのかな。PSP もあったか。まあ、まあ、当然、 まあ、プレステとかもあったからね。で、で、なんかしばらくこう携帯ゲーム機メインになってて、で、3D、しばらく 3DS でこう新作が毎年のように出て、で、しばらくピタッと止まってたんですよね。かリメイクが個1個2個あったかもしんないけど。で、やっとこうドラえもんとかポポロクロエスとかいろいろあったけどね。で、やっとこうスイッチで新作って言って、まあ、テレビに戻ってきましたって感じだけど、意外と、 携帯モードでもね遊びやすいのかもしれないですよね分かんないけどはいまあでも携帯ゲーム機だとどうしてもあのこうちまちまやってるやつがね本当にちまちま感が出ちゃうんだけどテレビで見ると多分ね結構広いところの一部でこうちまちまやってるから全体が見えてね結構広大な畑を耕してる感が出るのかなと勝手に想像していますはい次 えっと、ワンステップフロムエデン。あ、これがあれか。フライハイさんのタイトルかな。えっ、ー、と、パッケージ版ワンステップフロムエデン。えっ、ー、と、ランダム要素のあるローグライクとカードゲーム要素のデッキ構築を組み合わせたハイスピード弾丸アクションゲームです。よくわかんない <laughs>。敵味方それぞれ真っすぐ目にくりられたフィールドを歩き回り、動き回りながら、スペルカードを。 えー、駆使して戦いを繰り広げていきます繰り返していきます崩壊した世界に残された唯一の希望エデンを目指して9人のキャラクターから選び全7ステージのクリアを目指しますということで端幕って言われてもな,なんか画面イメージ的には割とこう6万エグゼっぽいんですよねあの実際わかんないけど、うん、まあまあはい なんかちょっとこう制限のあるアクションをする。でもローグライクなんだよな。ローグライク。最近ローグライク系いくつかやってるけど、やっぱり自分にしっくりこないので、なんとなくこう、続けにくい感じがあり、あったりします。はい。まあいいや。ということで最後、えーっと。 えとブレイブリーデフォルト2が2月26日に発売されます。まあいいや、これは <laughs>。ということで、えーと、大体こんな感じでね、13タイトルなのかな、ハードを合わせるともう少しでは変わるけど。ということで、えー、と今週はいろいろ出るけど、この中から僕もゲーマーさんのね、 えと連載でやるゲームなんか発売後にソフトを送ってもらえるような形だったような気がするんで今月中にねアップされるかわかんないけどとりあえず頑張ろうかと思ってます。で最後本日の記念日ゲームですがえっ、ー、と1986年2月21日に発売された「ゼルダの伝説」が35周年ですね。マリオの35周年騒いでるけど「<laughs> ゼルダの35周年」はあるのでしょうかはい。ということでねまあディスクシステムなんで実際にはこの「ゼルダの伝説」 というよりはディスクシステム自体が35周年なんですよねでもっと言うとゼルダ以外にもえー、とベースボールとかゴルフとかテニスとかあとなんだろうマージャンとかねあとスーパーマリオとかもディスクで一緒に当日発売でね出てたけどまあ新作がゼルダしかなかったからまあ、ゼルダだよねってところでしたまあ、ただ当時ねディスクシステムもゼルダもね全然買えなくて僕は最初ツインファミコンから入ったけどゼルダ買えなかったですすぐには まあそんな思い出もありますが、まあ、それはいずれいつか話すとどうことになるかと思います。ということで以上作家でしたおやすみなさい。